フランケンシュタイン城の塔及び廃墟フランケンシュタイン城はドイツのダルムシタットより5キロメートルほど南にある丘の上に作られた城である。この城は本フ,フランケンシュタインの加盟を受け継ぐドイツ貴族によって13世紀以前に建てられた。かつては相当の大きさの要塞であったが、現在は2つの塔と礼拝堂を残すのみとなっている。17世紀後半から18世紀初頭において、 この城は錬金術師であり、自然哲学者のヨーハン・コンラート・ディッペルの住居となった。彼はディッペル油の発明やヨーハン・ヤーコプ・ディースバッハと協力して根性を発明したことで知られている。ディッペルは時に正当でない考えを持つことがあり、異端な都がで習慣されていた時期もある。この地域の伝承によると、当時ディッペルは死体泥棒だと非難されていた。 彼が解剖学にも興味を持っていたことを考えると、あながち根拠のない非難であるとも言い切れない。また時にディッペルは、フォン・フランケンシュタインと署名することがあったが、実際には、フランケンシュタイン家の子孫ではない。小説、フランケンシュタイン、すなわち現代のプロメシウスの著者メアリー・シェリーは、夫妻でスイスにいるバイロン教を訪ねる途中、この地域を旅したことがある。 そして滞在先で嵐の夜に会談をしている最中、この作品の着想を終えたとされている。そのため、彼女がこの城を訪れ、そして土地の伝承を聞いたのだと思われているが、実際に彼女自身がそう言及したわけではない。また、ドイツにおけるハロウィーンの普及も、フランケンシュタイン城周辺のイベントによって、本来はアイルランドなどの古代、ケルトの祭りであったイベントが、 ドイツ社会に浸透していった。ありがとうございます。